全国の離島の中学生が野球で交流する通称離島甲子園が8月下旬に東京八丈島で開催され、宮城県の気仙沼市立大島中学校野球部が初出場しました。大島中は当初旅費を工面することができず、一時は出場が危ぶまれましたが、全国から集まった寄付金のおかげで出場することができました。東北から唯一の参加となった大島中は、全国から21チームが集まる大会で、はつらつとしたプレーを見せました。大島中学校がある大島は、気仙沼市の港からフェリーで30分のところにあり、およそ3000人が暮らしています。去年の震災で多くの家が損壊するなどの被害を受けました。離島甲子園の数日前、野球部の13人は中学校そばのグラウンドで練習していました。1ヶ月前に大会出場が決まってから、部員たちは練習する傍ら、支援者へ令状を書いたりするなど、忙しい夏休みを送ってきました。震災の苦難をみんなで乗り越えて野球に打ち込んでいます。震災が来てからヘドロが地面に全部ヘドロがついてしまって、それに船の瓦礫みたいなのもちょっと入ってきて、到底使える状況ではあったんですけど、野球部の OB の先輩方や僕たちが清掃し始めて、清掃 2,3 週間やったらもう使えるようになったので、とってもありがた。周りの大人たちがちょっと後押ししてくれるので、とてもありがたいですし、やっぱ頑張らなきゃって思いはとてもあります。野球やってる間は震災を忘れることができたんで、気持ちは分かる、できました。震災も一つの試練だったと思うんで、それをプラスに変えられるように頑張っていきたいと。離島甲子園ではまあミスをするかもしれないですけど、笑顔で楽しくプレーしていきたいと思ってます。よし、動き回れ、疲れでも動き回れ、いいな。よし、八丈島での離島甲子園1回戦、相手は鹿児島県の屋久島選抜です。大島中は善戦しましたが、0対6で敗れ、次の日の交流戦に進むことになりました。はい、よく来てくれてね、震災の時から皆さんもう一回ユニフォーム着てここ来てることがまず素晴らしいことと、で最後に良、ね、かったことはね、最後に皆さんのマナーがいい、本当にね、応援してくださったところと、自然の中に感謝の気持ちを持ちながら、そう本当にそれはね、大切に、どうぞこれからも体を大切に、ね、乗り越えてくださいね。分かった？はい、はい、ありがとうございます。みんなね、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスピッチング。村田長治さんが言ってたんですけど、その屋久島選抜も最初はその弱かったと、でも今こんだけ強くなってるってことで、いやまだまだ
僕たちもまだ弱い段階なんで、その屋久島選抜みたいにもっともっと強くなっていけるところを話されたんで、それでもっと頑張ってほしいなと。今の後輩たちなんですけど、もっと次離島出た時にはもっと優勝には狙ってほしいです。やっぱりその震災関係のことではみんなで協力すれば何でもできる、不可能なことはないと、そういうことを感じました。僕たちは1回戦で敗退したんですけど、大島魂を見せられたと思いますので、応援支援ありがとうございました。自分たちがやっていただいた、支援していただいた思いっていうのは返していかないと、表に出して返していかないとダメなんだっていう、新たなこうエネルギーが生まれていることをすごく感じながら、はい、時間を過ごさせていただきました。出て出て取って、よしよし。だいぶ成長しましたね。こう2試合というか、この1ヶ月決まってからずっとその積み重ねだったと思うんですけども、そういうものをこの2試合で十分に出し切ったとは思います。野球を通してね、どんな人間になろうかということだけをこうポイントにしていますので、やっぱりこう人のことを考えられるようになってほしいし、自分のことだけ精一杯になるようなことではなくてね、自分を支えてくれる人もいるし、それこそ自分が支える人もいるし、どのような状況でもそのする側される側っていうところを抑えた上でね、このままこう年を重ねていってほしいなと思います。行くぞ！よし！